内で、佐々木の一番いいとこだけをパチパチパチって言っていただくと、全然土臭くないんですよね。いすみ市のもので、肥料。中先生、大まさに、はい、大きな株になっていて、中先生って、成長するんで、夏になってわかめ硬くなるんですよ。バターだったりはご好評いただいて、皆様がところでこの時のベストの作り方をしたいなっていう、まあ失敗するととんでもないことになっちゃうので、皆さんこのモッツァレラは好きですよね。一番の推しのチーズでやってらっしゃる。はいはい、あれが出てましたね。剥いちゃうと焼くだけでは全くエビの香りしません、はい、でもエビの香りって美味しいじゃないですか、香りだけで。だからちょっとなってしまうので、力強い、全く負けないハーフの存在感も一緒に